こんばんは、元男の子の青木かのんです。今日はあの私が大好きな本田翼さんが出演されている CM のパロディをしてみたいと思います。よし、しゃっくり言った。私ってすごいあの女優さんに似てると思うんですよ。なのであの CM はすごい再現率高くなると思うんですよね。そして今回はあの CM の再現に必要な小道具を3つ用意しました。ワイシャツ、カーディガン、ヘッドホンです。では早速化粧をしていきましょう。完成しました。どうでしょうか。そして本田翼さんといったら大のゲーム好きなので、ちょうど今日はゲーム会社さんからのタイアップ動画なので、おすすめのゲームを紹介した後にあの CM を再現できるかチャレンジしていきます。なのでよかったら最後まで見てってください。早速ですね、今日紹介するゲームはアストラテイル、愛と絆の物語です。そしてこのゲームのイメージキャラクターはアイドルグループのイコールラブさんです。そして今回のゲームに起用されている声優さんですが、お一人目が松岡義嗣さん、二人目が近藤楓さん、そして三人目 AKB48 のチーム8、大西桃香さんです。攻撃ボタンをタップすると大いに腕を震えますよ。いや、私もこんな可愛い声出してみたいですよ。萌え萌えビーム。そして、基本の職業は3つあるんですけど、このようにキャラクターを作れます。精神を集中して。あとこれが牛尾と虎コラボの限定アバターなんですよ。制服と、あとこちらが獣化、こちらがペットの虎のアバターです。服も選べてペットも飼えるってすごいですよね。私が行くのは悪魔迷宮。では早速プレイをしていきましょう。うれ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 。ちなみにですね、これうわってか上いっぱい人がいる、人じゃない、このゲームって他にもプレイヤー同士がゲーム内で最大40人の家族が作れたり、ゲーム内で愛し合うプレイヤー同士が結婚もできます。うれあうしやんビーで、これすごいのが放置機能、自動戦闘機能というものがありまして、私みたいなあんまり戦闘が上手くないよっていう方でも楽しく遊ぶことできるんですよ。いきますよ、手動から自動にポチッ。ほらなんか強くなった気分になれちゃうんじゃない。ちょっと上手くなった気がするもんね、このコンビネーション技。どうですか、この私でも楽しんで遊べるゲームでしょ。ではついにあの本題の CM 再現のパロディをやっていきたいと思います。これ大丈夫、ちょっと着替えていきます。 VTR スタート。もう本当ゲームの時は、うわ今好きな子がいて。え、そうなの。はぁ、何言ってんの。ゲームの話なんかい。あんたゲームの時だけはかっこいいよね。ゲームが好きな人が大好きだ。ゲームするならステイホーム。というわけでいかがだったでしょうか。ちゃんとパロディになってました。あんまりこういうことを普段やらないんで、すごい新鮮楽しかったです。感想とかあったらぜひ教えてください。そして今回ご紹介したアストラテイル、愛と絆の物語の詳細は画面の下にリンクありますので、ぜひそちらをチェックしてみてください。今回の動画が少しでも楽しいと思ってくださった方は、グッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、LINE 公式アカウントも画面の下にありますので、そちらもチェックしてみてください。また次の動画でお会いしましょう。